こんにちは、空手トレーナーこじろうです。今回は質問にお答えするということで、前回の動画で返し技をのパターンに関してちょっとお伝えしたので、今回は返し技を狙っている相手に対してどのようにポイントを取るかっていう、まあ、崩し方っていうところでお伝えしたいと思います。で、崩し方もかなりいろいろ種類があるので、まあ、正解っていうのがないと思います。ですので僕なりの崩し方というか、いろいろいろんな選手を見たりとか、あの強い選手から話を聞いたりしたりして、今まで身につけてきた崩し方をちょっと紹介したいと思います。今回紹介するのが、まあ、3つのパターン、返しを狙っている時の崩し方の3つのパターンを紹介します。で、1つ目が、相手が構えていて普通に行くとこう返しをこう食らってしまう、こう狙っているとした時になかなかこう相手が崩せない人って多いと思うので、まず1つのパターンは、相手が狙っていてシンプルなんですけど、タイミングをずらす、相手に行くと見せかけてタイミングをずらしておいてここで返す。相手がこれで出してきちゃったら、まあ、もらう可能性はあるんですけど、うまくタイミングをずらせれば返せるんで、まあ、そういうイメージでこう相手の出所をちょっとずらして打つっていうパターンが一つパターンとしてはおすすめです。で、もう一個は相手がこう行こうとしたらこう崩し、相手が狙っている、相手がこうカウンターを狙っている時にはここで足を払っちゃいます。そうするとこうやって今バランス崩しました。で、こんな感じで相手が狙ってて一旦上につくふりをして足払いパンとかけて崩れたところを打つっていう。でも、ね、あの上でこう返し技を狙ってる相手っていうのは下で結構崩れやすかったりもするので、下を崩すっていうのも一つ、おすすめのポイントです。でもう一個おすすめしたいのが蹴りで崩すパターン。蹴りで崩すパターンは、こう構えていて普通に行ったら返しをしてくるので、そのタイミングを蹴りで潰す、蹴りで相手をこう一旦タイミングずらさしておいて突くっていうパターンで、同じ蹴りでもこう構えていて蹴り上段蹴りでこうやって潰していく、前にこうやって出てきちゃうパターンの人はちょっとそのままクリーンヒットできるかもしれないですけど、基本的には相手って後ろに下がりながら返そうとしているので、ここでもう崩していって崩れた先で突きで取るっていうようなイメージ。このような3つのパターンを紹介したんですけど、基本的に相手のその意表をつくというか相手が思ってもみなかった技を繰り出すことで結構心理的にもびっくりさせるっていうのがポイントかなというふうに思います。返しを狙ってる相手からポイントを取るのが苦手という人は、この今回の動画で少しでも参考にしていただければと思います。はい、今回の動画は以上となります。このチャンネルでは空手選手へ向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり悩みを解決するような方法をメインでお伝えしています。他にも知りたいこととかあればぜひコメント欄に書き込んでください。まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録もお願いします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。